絡。ファン感謝デーといえば、問い何？楽しい。楽しいこと。合ってるよ、合ってる合ってる合ってる。ファン感謝といえば山田。いや合ってる合ってる合ってるわ。教えてやってよ。ファン感といえば。ファン感といえばストッキングかぶり。違う。まあ合ってんの。ファン感といえばインフルエンザ予防接種セットだね。オッケー。ファン感の日、接種希望した人、インフルエンザの予防接種あります。トレーナー室のベンチ裏のトレーナー室。オッケー。必ず毎年打たずに帰る人います。オッケー。家まで追いかけて打たないといけないんで、必ず寄ってから帰るようにお願いします。以上です。思いのほか受けんかもう実弾受けてたらもう間違いなく馬なるよ、はい、実弾をさこなしでやってたら絶対ダメ。この時間をやっぱ大切にせな。来たぞ、いけんじゃないか。セカンドや、セカンドや。もう一個頑張れ、もう一歩しんどいことせ、はい、先に厳しいこと、先にしんどいことしたら次が楽になるから、はい、もっとスムーズに自分が投げたい類に投げれる。最短で追いかけ、きた。ちょっと回った、ね、ちょっと回った、ね、そう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 、何でもそう。おい、ここだ。
まずはじめに安芸市の皆様、球団関係の皆様、阪神園芸の皆様、村方さん、そしてタイガースファンの皆様、約3週間ありがとうございました。今シーズンは2位という悔しい結果に終わりましたが、来シーズンは必ずリーグ優勝、そして日本一になり、このタイガース球場でいい報告ができるよう、チーム一丸となって頑張っていきます。選手の皆さん、明日からオフシーズンに入りますが、来年の2月、一人一人がレベルアップして、最高のスタートが切れるように頑張っていきましょう。最後になりますが、今日お越しのタイガースファンの皆様、そして全国のタイガースファンの皆様、今年1年熱い応援をありがとうございました。それでは一丁締めで締めたいと思います。お手を拝借よー、ありがとうございました。なかなか声通ってよかったね。音に消されず。